ん、こんにちは。別にです。今日はコロちゃん対策第2弾。もうね、学校閉鎖になって長いし、テレワーク、在宅ワークなので、ご主人もお家にいるし、家族みんなのために3食毎日毎日作らなきゃいけなくて大変。もうメニュー何していいかわからない。そんなに食費もかけたくないし、調理する時間もかけたくないし、そんな風に困っている皆様、一人暮らしでもう自分一人のためだけに時間かけてお昼ご飯作りたくない、だけど栄養があって美味しいもの食べたい、そんなお悩みの皆さんのために、今日は手軽で簡単、栄養抜群、それですごい美味しいサーディンライス、イワシご飯の作り方をシェアしたいと思って撮ってます。はい、じゃあまず早速いきますね。材料、白いご飯、サーディンの缶詰、サーディン、イワシですね。これはね、オリーブオイル 100% に使ってるやつ。それからきゅうり、きゅうり、これ切ってあるきゅうりね。それから万能ネギ、わけぎとかの刻んだやつ。それから海苔、刻み海苔。そしてポン酢ソース、それからチアシード。材料これだけです。で、必要な道具、まな板、調理用ハサミ、そして包丁。じゃあ作っていきたいと思います。まずね、缶詰の方開けます。で、これみんな開けたことあると思うけど、これこの部分がすごい鋭いので気をつけてくださいね。指切る人、指切っちゃうと大変なので、私何回も切ったことあるんでね。で、缶詰を開けたら、中に入っているこのオリーブオイルに使った美味しそうなイワシさん、ご飯の上に乗せます。で、乗せるときにね、ちょっとこの油をちょっとこう切ってあげる感じで、ふりふりふりして、そしてここに乗せる。これね、イワシ何がいいかって、カルシウム満載、そして魚の油は DHA って言われてて、お子様の脳の発達にもいいですよ。そしてオリーブオイル、オリーブオイルはね、良質の脂質なので取ることをおすすめします。はい、そしてご飯に盛り付けたら、この固まっているイワシの身をちょっとこうほぐす感じでね。はい、そしてここで一回ポン酢ソース、イワシに染み込ませる感じでかけていきます。はい、そして次、きゅうり。このビデオは誰が見てもためになるように作りたいので、きゅうりの刻み方わからない人のためにデモンストレーションします。まあ、こう細切りにしたきゅうりを束にして、トン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 ね、こんな感じで切っていきます。そして私はもうさっきすでに切ったやつがあるので、それと一緒にして、抜いておきます。このきゅうりの刻みきゅうりをイワシの上にかけます。そしたら刻んであるネギ、これもね、さっきのきゅうりと同じやり方で刻んで上にかけます。はい、そしたら刻み海苔ね、刻み海苔の切り方わかんない人のためにデモンストレートします。
まあこうやって海苔を細めに切って2枚ぐらいに重ねて、そしてちょきちょきちょきって切っていきます。もうこのままね、切りながら、ちょっとね、今犬がうるさくてすいません、外に行きたがって、こうやってかけていきます。で、私ももうさっき刻んだのがあるので、これコロケちゃん静かにして、ちょっと待って、すいません、ちょっと、ごめんなさい、今もう犬が外に出たがってなんかゲロゲロ言ってたんで家の中で大変なことになるといけないので外に出しました。はい、そしてね、これそして最後仕上げにこのチアシード、チアシードお家にない方はごまでもいいです、なくてもいいです。もうね、トッピングはお好みでしらす干しかけたりね、でもこのチアシード何がすごいおすすめかっていうと、もうこれスーパーフードって言われてて、もう栄養満点。これね、小さじ1杯でもうね、なんだろう、カルシウムとファイバー、それから、アンティオキシダントね、いいから皆さんよかったら買ってください。食感はいちごの種のツプツプみたいな感じで美味しいんですよ。で、最後またね、もうちょっと上からポン酢ソースをこうやってかけて、はい、出来上がり。早いでしょ。しかもこれがすごい美味しいの。もうね、子供たちこれ大好物でバク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 って食べてる。はい、じゃあどうもありがとね。じゃあ、LIKE、サブスクライブしてください。